皆さん、グッチも中年おっさんの遊び方、グッチです。まあ、今ね、出ていますようにね、ダイソーのバイブレーションですね。このメタルバイブレーション、結構ですね、釣れるんですよね。大体僕が使うのは 14g とかが主流になってきますね。で、この 14g ですね、まあ、実際に今売ってる状態は、この状態で売ってますよね、この状態。ダブルフック、14g はダブルフックに、上側にスナップリングね、がついた状態かな。こういう状態で売っています。で、この状態下を一度、このように、フックや、全部外しまして、今からですね、ちょっとね、軽くね、こちらを使って、皆さん知ってるマッキーですよね。まあこれはどこでも売ってますよね、文房具屋さんなら。まあこの色を使って、ちょっとね、魔改造していきたいと思います。じゃあ今こちらにね、フックを外したね、ルアーにを、まあ、グローブを使うとね、まあ、出したばっかり売ってるやつはね、大体ね、金型を通してるもんで、油がついてるんですよね。まずはそれをね、取るために、まあ、アルコールティッシュなのかで、こういう風にね、綺麗に拭いてきます。まあ、本当はね、中性洗剤で洗うだけで、まあ、そこまでね、まあ、やる必要はないと思うんでね。まあ、これを、今日は何色使おうかな。まあ一応目立つ色にしようかな。というと、ゴールドの、まあ一番わかりやすいゴールドと、あれですね、ベリーの方をね、ピンクベリーの方のルアーの色で配色を作っていきます。まずは最初に、まず綺麗に拭いたらですね、まずボディ全体を金色にしていきます。まあね、こういう風に色を塗っていくと、これで実はメタラボディが一番ね、あれなんですけど、ほら、塗ったとこと塗ってないとこ色分かりますか？金色になってますよね。これを全部塗っていって、結構キンキラキンになりましたね。ほら、ゴールドになりました。これはですね、このメタルバイブレーション特有っていうのか、なんていうのかね、はちょっと言いづらいんですけど、メタル感があるもんで、これで黄色塗ることによって、ゴールドに変化するってことになりますよね。まあとりあえず片側を先に塗っておきます。それで細かいところはね、今マッキーは太い方を使いましたけど、こう細い方を使ってこの辺をまた塗っておけば、だいたいね、色が変わってしまいます。まあ、こういうとこうまくやってね。本当はですね、本当はマスキングテープ使ったりなんかして、いろいろ綺麗にやって、本当はね、そうした方がいいんですけどね。まあ、だいたい一度塗りだとね、ちょっとね、色がね、ちょっと微妙なんで、これで一旦乾かした状態で置いておき、まあ、この今日はこのままいっちゃいますけどね。で、まあ、これであれ言ったんで、反対側やったんで、じゃあ、とりあえずベリーだけ塗っておきますか、ピンクに。で、ベリーの方をピンクに塗ります。ベリー側をピンク。このね、ゴールドね、に、ピンクベリー。わりかしこれ、ボラパターンの時でもよく聞くって言うんですよね。で、金色は何がいいかというと、実はイワシって、色をこう振ると金色に変化するらしいですね。
光沢が出るらしいですね。なので結構追われてる時にあのゴールドとかあとは濁ったところ、そういうところで金とこのピンクベリー結構効くみたいですよ。まあその中でボラでも対応できるし、イワシでも対応できるしね。まあ結構よく釣れるよって言われてますよね。で大体の量はました。本当はね綺麗にマスキングしてね本当やるべきなんですけどね、今日はねあまり時間なかったもんね、ついついね。でも実際にこういう風にゴールドに変化するし、ピンクをねこのようにピンクはね結構これね動画ではちょっと分かりづらいかもしれない、結構反射して結構効くと思うんですよ。多分一度塗りだと多分おそらく思ったよりあれだもんで、またもしあれでしたら二度塗りすると非常にいいと思います。それでですね、まあ僕よく使うんですけど、どこにルアーを置いたかな、大概売られてる時この色こういう形で売ってますよね。実はねこのダブルフックね、ついてるダブルフックね、たまにねこれがよれてたりするんですよ。ここのフックの部分がよれてたり曲がってたりするもんで、僕は基本的にこのまま買う時もありますけど、僕は基本的にまあこれは 10g のやつかな、まあこれも、まあ、改造してありますけど、実はこのようにフックをシングルフックに変えちゃうんです。まずフッキング率も上がるし、結構根あかる防止になるので、こういう風に僕はいつも改造しちゃいます。そうするとまあ改造するっていうかチューニングですね、こういう形で使った方が、フックはこっちに使うのでこちらで、まあ違うのでなかなか根がかりしづらいし、意外にシングルフックってフッキングがすごくいいんですよね。だもんでいい効果だもんで、私はいつもこういう形でバイブレーションを使います。なぜかというと大体バイブレーション、まあこうメタルバイブレーションを使うときは大体でそこまで沈めるっていう考えでところを考えてますので、やっぱりですね根がかりしづらい形で持ってきたいためにいつもこういうふうにチューニングします。それではですね、この動画が面白いと思ったらですね、グッドボタン、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。グッチでした。バーイ。